図下側川から北赤道海流メキシコ湾流北、大西洋海流北上し東グリーンランド海流、東進し、ノルウェー海流北、大西洋海流はメキシコ湾流から延長してヨーロッパ西岸に向かって流れる暖流である。最北の不登校といわれるハンメルフェスト北、大西洋は熱帯寒流の北部分を構成する暖流であり、メキシコ湾流の延長にあたる。 北アメリカ大陸東岸から北大西洋を南西から北東方向に流れる幅の広いゆっくりした海流である。メキシコ湾流はニューファンドランド島の沖合、グランドバンク東方の北40度、西経50度付近で流路を東に変え、北大西洋海流となって大西洋を横切る。その分流は途中で南に反転して弱い、カナリア海流となる一方、本流は ノルウェー海に流れ込んで、ノルウェー海流となり、一部は北上して、東グリーンランド海流及び、イルミンガー海流となる。表層には、反流や下流があって、偏西風や低気圧の影響を受けるため、変動が顕著である。暖流である北、大西洋海流は、偏西風と共に高緯度に位置する西ヨーロッパの冬の寒さを緩和しており、北。 ヨーロッパやアイスランドを含む西ヨーロッパ各地域に比較的温暖な気候をもたらしている。スカンディナビア半島西岸の港が不登校なのもこの影響である。流量は北太平洋海流とほぼ同量で毎秒およそ4000万トンに及ぶ。ありがとうございます。